すごい。今日もすごいね。おさわり。待て。待て。はい。なんかいいらしくて、おすすめされて飲んでます。最近の朝ごはんは、朝ごはんなのかわからないですけど、バナナジュースにハマってます。これただのバナナと牛乳をはい、出来上がりです。うん、愛犬のコタちゃんです。コタツくんです。寝てる間の油分とかもあるらしいんで、クレンジングするのがいいらしいです。クレンジングしながら顔のマッサージですね。今日の衣装のインナーを考えて、で私服に着替えていきます。こんな感じ。よいしょ。でギリギリ朝ごはん食べれる時間がありそうなので、サクッと食べていきます。これはもう買いだめして、あってもう時間ない時とかによく食べてます、ね、
味おいしい。できました。頭の上やばいけど、スキンケア、化粧水を塗って、この日焼け止め、顔用の日焼け止め、日中美容液も塗ってます。髪の毛乾かします。乾かす前にこのやつ塗ってます、髪の毛に。なんや、トリートメントを、塗ってから乾かします。なんか特にスキンケアにもこだわりがないっていうか、顔に光と影と色を入れて、めっちゃ面白い状態になってます。チーク塗りすぎた私、なんか寝てる時目開けて寝るらしくて、高校の授業中とか寝てたら、え、今起きてたって言われるぐらい目開いてるらしくて、アイメイクと眉毛終わりました。つけまつげがこれシーンのやつで、ハイライト、インスタのハイライト載せてるんで見てみてください。カラコンとつけまもついた状態です。あと髪の毛したら準備完了です。ヘアビューロンの 27D のやつを使ってます。ストレートにしていきます。では準備できたので仕事行ってきます。カナのモーニングルーティーンでした。カワモノたち、まず下地を次、色付きの下地を テンションの代わりに変に、なんかチーク、あのシーンで買いました。これもついでに、めっちゃいいね。全部入ってます、キラキラの。でこの辺の色髪の毛巻いていきます。お風呂上がりからはもう撮影から服着てるけど、もうずっと裸で、あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったりってしてますから、はい、髪の毛巻いて着替えて用意できました。今日は休みなんで、このまま私の相方エナと遊びに行ってきます。
私のモーニングルーティーンでした。バイバーイ。